ガイキングレジェンドオブダイクマリューは2005年11月12日から2006年9月24日までテレビ朝日において放送されたロボットアニメ。ガイキング LOD やガイキングロード等と略称される。制作は東映アニメーション。2006年4月からは BS 朝日などで放送開始。かつて東映アニメーションが制作したロボットアニメ。 大空魔竜イキングを原点とし、主役メカであるガイキングと大空魔竜一部のキャラクター名称以外、人物、世界観、ストーリーを一新した完全オリジナル作品となっている。中学生の少年ツワブキダイヤは卓越した運動能力を持ちながらも、周りの人たちからは怪獣小僧と罵られ変人扱いされていた。5年前、ダイヤは父と 小型船で海に出て、洋上に燃え上がる黒い炎を目撃。その中から現れた巨大な怪獣によって、父や船員たちは海中に沈められてしまった。ダイヤにも怪獣が迫るが、その時、巨大な機械の竜が出現し、ダイヤを守ってくれた。しかし生還したダイヤのこの話を誰も信じなかった。それでもダイヤは来たるべき日に備え、トレーニングを重ねていた。そして、 ついにその時が来た。ダイヤの住む町に、あの時と同じ怪獣が現れた。そしてダイヤを助けた巨大な機械竜も姿を見せる。竜の名は、大空魔竜。魔竜の頭が飛び出し、それを胴体として、スーパーロボット、ガイキングが完成。ダイヤは、大空魔竜に乗っていた少女、ルルの導きによって、ガイキングのパイロットとなり、怪獣を撃破する。 大空魔竜の船長、キャプテンガリスから、地上世界を狙う勢力、ダリウス軍の存在を知らされたダイヤは、母と共に別れを告げ、異世界ダリウスへと旅立つ。地上を守るため、そして怪獣にさらわれたと思われる父を救うために。キャラクターの名前は、ほとんどが大空魔竜外キングから取られており、役柄も元のキャラクターと似ている。 ダリウス四天皇四天皇のネーミングの由来は東西南北の英語読み。新生ダリウス四天皇三十二話から登場。ノーザ同様、プロイストのクローン性交代で、顔立ちはほぼ同一であるが髪型と髪色は違う。四人とも自体体の生体部品として生を受けた存在だが、ノーザと違い機械的で完全なる忠誠を誓っている。戦場では四天皇揃って、 巨人兵、ガレアンに乗って戦うが、38話で、キングダリウス18世に吹き飛ばされた。最終話で品種だった、プロイストの部品にされる。名前の由来は日本語の方角から。北方語騎士北方語騎士のネーミングの由来は、本編5名の脚本家、ケインイコールケイチ、リックイコールリク、ミーシャイコールグータク、コドルイコールコドデン、ウーライコールサンウラから。 その他の敵上半身のパートマイナス1、下半身のパートマイナス2、大空魔竜の頭部であるパートマイナス3が1、直線に合体して完成する身長70メートルの人型ロボット。ハイドリュートを動力源に搭乗者の赤い炎の力でそれを増幅させることにより操縦する。ただし外キングに素質などを認められなければいけない。ダリウス側からは、 赤き炎の戦闘巨人と呼称される。容姿及び武装は旧作外キングから引き継がれたものも多いが、今作オリジナルの武器も多数搭載されている。最も強度が強いのはパートマイナス3である大ゾラマ流頭部であり、ハイドロブレーザー等の必殺技を使う際のようにもなる。操縦は基本的に操縦管と音声入力装置を用いるが、 両腕にプロテクターをまとった状態になると操縦者の腕の動きをトレースさせることが可能となる。2体の試作巨人、バルキング、ライキングが突出した性能を持つ反面乗り手に高い負担をかけてしまうことから、ガイキングは安定性を高めるため、性能を犠牲にしているが、関西機スティガー、サーペント、クラブバンカーとの連携、それぞれとの合体機構による高い汎用性。 さらに特殊戦闘形態のフェースオープンによりその弱点を補っている。ガイキングパートマイナス3がライキングパートマイナス1、バルキングパートマイナス2と合体することで、究極形態、ガイキングザグレートになることもできる。合体バリエーション31話から登場したガイキングの最強形態。ライキングパートマイナス1、バルキングパートマイナス2、 ガイキングパートマイナス3が三角形のフォーメーションを取り合体する。工人の名に恥じないそのパワー、機動力、破壊力は凄まじく、通常のガイキングの10倍の力を持つ。だが乗り手にも、常人の10倍の炎の力が必要で、理論上最強だが乗りこなせる者はいなかった。そのため、ガリスとサコンの二人だけの秘密として封印されていた。合体自体は、 グレート合体のように1号ロボに2号ロボを鎧のように合体するのではなく、それぞれのパーツの組み合わせで合体する方式をとっている。この合体システムの都合上余剰パーツとなる、外キングのパートマイナス1、パートマイナス2、ライキングのパートマイナス2、パートマイナス3およびバルキングのパートマイナス1、パートマイナス3は地面に転がっている状態となる。 これについて三条陸は公式サイトで、つまり仲間たちが力を振り絞って、あとは頼むぞ。敵にぶっ倒れてしまえば、玩具的にも余ったパーツはその場に散らばらしておけということになるわけです、と語っている。設定上では、ガイキング、ライキング、バルキングの各パーツに互換性はあるとファンブックで述べられている。海外製の玩具やプラモデルのモデロイドでは、ある程度の互換性があり、 オリジナルの合体が可能になっている。ハイブの G ウィングで大空を自由に飛翔することができ、最大出力でダリウスの首都を持ち上げるほどの推力を持つ。前述の通り、操縦には10倍の炎の力を必要とするため、操縦者の炎の力が尽きると合体を維持できなくなり、瞬時に分離してしまうのが欠点と言える。そのため、グレートへの合体は、 最後の手段として使われることが多く、劇中で合体したのは3回のみ。第一魔竜の頭部であるパートマイナス3と、パートマイナス1、パートマイナス2で構成された赤い巨人。ガイキングを上回る火力とパワー、そして防御力を誇る。作中では、灼熱の銃巨人、誰も受け付けない悪魔の機体とも呼ばれた。プロトタイプの巨人もガイキング同様に、 赤い炎の持ち主でなければ操縦することはできないのだが、プロイストが開発した特殊変換スーツを着用することによって、黒い炎の持ち主でも操縦を可能としている。ただし変換機能に制限時間があるのが弱点。31話で、第一魔竜がリーと、ダイモンが率いる白兵戦部隊に占拠されたことで、バルキングも大空魔竜側の戦力として用いられることになる。 同話でリーが登場、そのまま正式パイロットになる。最も強度が強いのは、脚部のパートマイナス2で、これは、ガイキングザ・グレートのパーツにもなる。名称の由来は、バルカン砲のバル。天空魔竜の首の付け根にある、サレコーベ型のエンブレムであるパートマイナス3にパートマイナス1、パートマイナス2を一直線に合体することによって、誕生する青い巨人。スレンダーな下半身に、 マッシブな上半身とややアンバランスな体育が特徴。電撃攻撃と切断性能、飛行能力を重視した機体で、そのスピードは、スカイバスターガイキングを上回りフェイスオープンガイキング、とも互角の戦いぶりを見せる。バルキング同様は使いが難しく暴走の危険を、はらんでおり、実際ダリウス脱走時に登場したフランクリンが、負傷をしている。プロイストによって強奪された後、 プロイストに洗脳されたノーザが登場するが、31話で正気に戻り、増反したため、大空マュー側の戦力として用いられることとなる。なお、38話では、ノーザの代わりに、ケインが登場していた。最も強度が強いのは上半身のパートマイナス1で、これは、ガイキングザ・グレートのパーツにもなる。制作段階において、 バルキングとライキングの名前は、2体の名前を合わせると、ガイキングの名前の由来であるバイキングになるよう、バキング、イキングという方向で検討されていた。バルカン法のバルをとって、バルキングという名前が決定した段階で、2つ合わせて、ライバルという語が作れるためにもう1体が、ライキングと名付けられた。稲妻、雷の雷に由来する、というのは後付けである。 ダリウスの地上侵略に反旗を翻したキャプテンガリスによりダッシュされた全長500メートルにも及ぶ竜型巨大戦艦。先行試作された第一魔竜と天空魔竜から名前を組み合わせ大空魔竜と名付けられている。二大魔竜が陸、空にそれぞれ特化した性能を持つことに対し陸海空と様々な状況に対応でき二大魔竜の武器も 搭載可能な万能型巨大戦艦である。特に二大魔竜が水中戦に対応していない点を突き、水中に引きずり込んで倒そうとしたことがある。三大魔竜は本来地上侵略を目的として開発されたが、ガリスの手によって赤い炎の持ち主でなければ操縦できないよう設計されている。また、大空魔竜の身運用に多数のクルーを必要とする。 メイン格納庫は6つ存在し、外キングパートマイナス1、パートマイナス2、スティンガー、サーペント、クラブバンカー、キルジャガーを格納している。カタパルトには、グラビティレーンと呼ばれる装置を使用し、重力を制御して、外キングパーツ及び関載機を射出する。なお、腹部に予備の発進口が存在し、メインカタパルトが使用不能状態及びクラブバンカーの発進には、 こちらが使用される。乗員は48名。元々は戦闘用の船に居住用の様々な部屋を増設しているため、内部は複雑に入り組んでいる。最大搭乗人数は250人程度。当初はロンゴしか操作できなかったが、あることを契機にナオトが代行操縦することになる。最終回では宇宙空間から大気圏を突破し一度海へ落下。両前足に、 大地魔竜のミラクルドリルを、腹部には、天空魔竜のジャイアントカッターを装備している、パーフェクト大空魔竜と呼ばれる姿で、成長したダイヤの呼び声に応えるかのように姿を、表す。声は、リー役の草尾武。氏。特殊形体幹三域26話から登場した、ガリスによって建造された三大魔竜の一石。広角竜型地上専用で、胴体部分に2本の巨大なドリル、 ミラクルドリルを装備。扱いが難しく、暴走の危険をはらんでいたことから、その力を恐れた、ガリス自ら氷河の奥深くに封印したが、プロイストが探し出し戦線に投入する。半機銃の人工知能が搭載されており、クラウングリッターの持ち主の命令で動くため、最低1名で運用が可能。31話で、D、ダイモ率いる、白兵戦部隊が占拠、以後は、 大空魔竜側の戦力となる。三隻中、唯一地中を移動することができ、空中に飛行することも可能。艦長はダリウスを離反したベスターヌが務める。声は、プロイスト役の竹本英氏。27話から登場。ガリスによって建造された三大魔竜の一隻。青い翼竜型戦艦。空戦に特化しており、大空魔竜を大幅に上回る飛行性能を持つ。 腹部に巨大なギロチン、ジャイアントカッターを装備。ガリスたちがダリウス軍から脱出をする際に、ダッシュされるが、第一魔竜を上回る、凶暴性からとりわけ危険視されており、その力を恐れた、ガリスによって天空島にキーワードを用いて、厳重に封印されていたが、プロイストの策略で、ガリス自らの手で封印を解くこととなった。31話でサコンと静かが率いる。 白兵戦部隊が占拠、以後は大空魔竜側の戦力となる。第一魔竜同様、半機重な人工知能が搭載されており、クラウングリッターの持ち主のみでの運用も可能。艦長は、ノーザのサポート役ンが担当する。声はガリス役の王川は通る。戦艦や空母などの巨大戦力は、すべて6文字で、最後が必ずで終わる。巨人兵、ノーザが率いる。 巨人士団の戦力、ダリウス巨人とも、人型のロボット兵器で、ガイキングと同様に人間が乗り込んで操縦する。基本的には、ガイキングと同じ系統のテクノロジーで作られており、ガイキングが地上人の赤い炎で動くのと同様、巨人兵は、ダリウス人の黒い炎の力で動く。そのことから、ダリウス軍では、ガイキングのことを、赤き炎の戦闘巨人と称する。 巨人兵のパイロットは、ダリウス軍では、騎士の称号を与えられており、いずれもプライドが高い。名前は、すべて4文字で、どこかに必ず、が入る。超魔竜極大巨人キングダリウス18世38話に、登場。外勤軍の4倍以上の身長を持ち、王のみが操れるダリウス軍の最強兵器にして、大抵の巨城でもある。ダリウス17世の姿として現れていた。 巨人像そのものである。当初の名前は、キングダリウス17世で、17世の死後、追い詰められたプロイストが拝借し、戦闘形態にした。この時キングダリウス18世と解明している。パワーは、ガイキングザ・グレートと同等。巨体ながら、スピードもある。フェイスオープンザ・グレートを発動した、ガイキングザ・グレートの一撃で、大ダメージを受け、 ザグレートの体に押さえつけられた状態のまま、飛来したガイキングパート 1&2 と再合体をしたガイキングのハイドロブレーザーをゼロ距離で受け、撃破される。番組終了時のおまけコーナー。基本的に司会はルルで回答者がダイヤ。ピュリアが司会を務めたこともある。おみくじ形式の2つのくじのどちらかを基本的にダイヤが選ぶがーやノーザの場合もあり。 大抵ひどい目に遭う。ィックが登場してからは彼もいじられる。21話では冒頭にこのコーナーをやった。その際、ピュリアのメッカ担当である佐藤元が過去に連載していた漫画爆笑戦士 SD ガンダムのキャラクターカミーユと同じキラキラ目になっているところがある。十七話から十九話そして十七話は話の内容からルルが明るく視界することは 不自然だとスタッフが判断したため、27話から29話は、ピュリアが司会の外キングクイズが行われ、37話は静香が司会を代行した。単なるお遊びにも見えるコーナーだが、時折本編に絡む場合もある。なお、当作品が放送されていた2005年から2006年、当時に週刊少年ジャンプで連載していた、ふとしぞおもて、大沢が似て、 このガイキング占いのネタを扱ったところ、それを見た東映スタッフが該当ページを切り抜いて、東映アニメーション内の廊下に飾っているとのこと。2003年の初め、脚本の三上陸のもとに東映アニメーションからガイキングのリメイクを企画しており、協力してほしいと連絡が入る。三上は数日をかけストーリーやメインキャラクターの設定、4話分のプロットがついた企画書を書き上げ、 これに、中鶴勝幸による、キャラクターデザインが付いたものが提出される。その後1年の間が開き2004年、3条に、東京国際アニメフェア2004に合わせて作る、パイロットフィルムについての連絡が入る。3条は、大塚健と共に、パイロット版の制作を行い、パイロット版、大空マリ魔ガイキングネオが公開される。キャラクターデザインは、中鶴勝幸、ダイヤ役は、 桑島シ子監督は小賀ツが担当した。その後さらに1年の間が開き、2005年11月よりテレビシリーズがスタート。企画スタートから放送まではわずか3ヶ月であった。なお、テレビ朝日、東映アニメーション共同制作によるテレビアニメとしては、本作が初のハイビジョン制作作品となり、本作で後期オープニング原画を担当していた。 金田以降はアニメ作品では本作が異作となった。玩具、文具、菓子メーカー、出版社、大手広告代理店などとのコラボレーションとスポンサードによる主に未就学児から小学校低学年の児童を対象とした反則型作品ではなかったため、全国ネットではなく当初はテレビ朝日単局で放送された。放送開始から約半年後、 BS 朝日と一部の系列ローカル局で放送されたが、結果的に地上波放送は平成新局2局に止まった。放送当時は BS デジタル放送対応受蔵機、チューナーレコーダーが開始初期で高価だったことや、地上デジタル放送が未実施の地域が多かったこともあり、機器類の普及率が少なく、地上波放送のない地域では視聴が困難な人も多かった。 本作の直接的なゲーム化作品はこれまで特にないが、シミュレーション RPG、スーパーロボット対戦シリーズには本作に登場するキャラクターロボットが何回か登場しており、スパロボ学園以外では、いくつかのストーリーエッセンスも組み込まれている。AB、東映アニメーション、ガイキング。2013年5月20日閲覧。東映アニメーション、ガイキング。 2013年5月6日閲覧。ルルの聖の綴りエイジズはフランス語で、この英語型がエンジェルである。この時、数秒間であるが眼帯を外した彼の素顔が映る。14話では、何やっとんじゃわれと、ちょっと、ヤクザ風なジョークも見せた。うち一人を片手で抱いて授乳しつつ、残りの手一本で、ハイドリュートフレアの注入レバーを引き下げるところから、ますます、 パワーアップした模様。A.B. 東映アニメーションガイキング。2013年5月20日閲覧。旧作のダリウス大帝も民を守るために作られた人造神であった。山猫有限会社データ解析パイロットデータスーパーロボット対戦経済コンプリートガイドアスキーメディアワークス2009年4月28日 ISBN 978から4から04から86万7860から5159ページ。東映アニメーション、ガイキング。2013年5月6日閲覧。情熱大陸日誌第33回、最終決戦。より2017年6月4日閲覧。AB、東映アニメーション、ガイキング。2013年5月6日閲覧。 abcdefghij 東映アニメーション外キング2013年5月6日閲覧漢字はスーパーロボット対戦 K で書かれた東映アニメーション外キング2013年5月6日閲覧アニメディア2006年2月号 TB ステーションネットワーク122ページアニメディア2007年1月号 TB ステーションネットワーク104ページ ありがとうございます。